足安堰堤は日本で初めて堰堤本体にコンクリートを使用して築造された砂防堰堤です。大正7年に竣工した重力式堰堤の上にかさ上げのためにアーチ式堰堤を設置した構造となっており、高さが 22.6 メートルと当時では最も高い砂防堰堤の一つでした。御勅使川流域ではそれまで唐石積みの砂防施設が多く設置されていましたが、施設の破損や流出が問題となったことからより強固な砂防施設が必要とされ、日本初のコンクリートを用いた砂防堰堤が計画されたと考えられます。平成9年には登録有形文化財に登録され、土木学会より戦勝土木遺産に認定されています。瀬戸大橋は足安堰堤上流の御勅使川に架かる橋長約85メートルのアーチ橋です。地区内を往来する主要道路である赤い橋は足安堰堤とともに地域のシンボル的な土木構造物として周辺景観と調和しています。特に紅葉時期の足安堰堤とのコントラストは絶景です。足安地区は御勅使川の渓谷沿いおよび高台に集落を形成しており、北岳をはじめとする南アルプス登山の玄関口となっています。また豊かな自然環境と心温まる足安温泉郷が登山客や観光客の疲れを癒してくれます。大量の土砂を代謝させ土砂流出を防止している足安堰堤は現在においても下流域を保全し、砂防堰堤としての役割を十分に果たしています。堰堤を真上から眺めると砂防堰堤としては珍しい美しいアーチ形状となっており、重機などの機械がなかった時代における先人の技術力に感服させられます。瀬戸河原バス停で下車すると堰堤脇に展望広場と東屋が整備されていますので、足安温泉郷を訪れた際にお立ち寄りいただき、近代土木遺産を堪能してみてはいかがでしょうか。